始まりました。後半。後半ですね。宮瀬美香です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、秋葉のビッグアップルさんで、はい、天才バガボン神スペック撮ってます。神スペックですね。はい。状況いかがでしょう。もう私2500円投資で今3745個。はい。まあ初当たり1回だけなんで、ちょっと後半頑張っていっぱい当てたいです。まあスタートダッシュはすごかったんですけどね。2人ともね早かったんで当たり。皆さんが2桁台で6連ぐらいしましたよね。はい。一発で持ってったんですけどね紙に。まあで島田さんはね3回も初当たり引いてるんですけど。まあ実質3回連続で通常引いたみたいな感じです最後はね、確変だったけど、うん、赤保留もスルーしてスルーするっていう一番ムカつくパターンで終わりましたね。そうですね、うん、あの紙スペックの悪い方を全部引き出してるっていう、そうですね、展開になってますが、さすがに後半は1万発ぐらいは出してほしいなって心から思ってます。思ってます、思ってます、心から。俺やれてどれくらいだと思います。じゃあ1万5000発現実的なとこついてくるんだ超えてきますよ俺。超えましょう。はい、じゃあ後半頑張っていきましょう。頑張りましょう、はい、あ、500ハマってた。気がついたら、ほんまや。あたし上フォークじゃねえよな。あ、マルチチャンネルチャンス。ああ、25% ぐらいありますよね。さっき島田が当たったよ、前半で俺が当てたやつですけど。あ、全部2だ、全部2。これだるまさん転んだのが熱いんじゃなかった。あ、だるまさん転んだ。50% あるよね、これ確か。50%あります。ありますよ、皆さん。これは当たるだろう。どうせ当たるときここだもんな、左上だよな。ああ、だるまさん転んだ時のはじめちゃんなんだ、うん、止まれよ、はじめちゃん。嘘でしょ、転んじゃった。ダメでした。うわ、最悪。50% 外しましたね。ね、なんだろう。うわ、最悪。皆さん毎日飲んでるでしょ、うん、俺もそうなんだよな。なんとかなんないですかねあれ。てか二日酔いがなくなる薬いつ開発してくれんの。そっち。いやもうだってあれさえなければ酒いくらでも飲めんじゃん。まあまあ楽しく、まあまあ、明日のこと考えると辛くなるじゃん大体。あ、私一人飲んでる。大体なんか500缶を何本も飲んでる、うん、ビール。あ、そう、うん、そんくらいですかね。俺もさ3本は飲んじゃうな。3は絶対いってる。3だと 1.5 リッターなんですよ。そうなの、計算すると。そう、計算するとそうなのよ。で、なんなら5本ぐらい飲んでる時とかあってやべえなそれ喉痛くなるわ。炭酸ね、アルコールの炭酸飲んでたら。部活終わりの中学生でもそんな飲まないですかね、スポーツ飲料。意味わかんないぐらい飲む冷静に考えてください、うん、おかしいですよ。だから5、すごいね、2.5リットル飲んでるってことでしょ。必要ないはずなんですよ本来、うん、意味が分かんないよ。ちょっとこのまま当たんないとか超絶寒いんですけど、当たんないでなくなるとか。あと745個した。うわ、もう風船の楽しみじゃないですか。気づいたら。そうだよ、8500発ぐらいありましたもんね。そうね、あった。バカですね。なんでバカなの。あんたらが旗で3回目いてんのにさ、私より負けてんだから。バカじゃないですか。バカですね。俺もバカですけど、皆さんもバカじゃないですか。やばいじゃないですか。やばいよ、なんなの。あ、金。あ、金だ。初めて見た。金桃だ。初めてよマジで。金桃赤で 50% でしょ、うん、80ぐらいあるでしょ。さすがに80ぐらいありそうですよね。お、なんだこれ、この状態。何、止まってるよ、フリーズしてる。
お、金はね80%ですね。ちょうど80%。ブチュンってなった。上にテントウムシ柄と虹柄があると。これ当たんなかったらおかしいやつだから本当に。堂々と書いてますね。こういう当たり方なんですね。あ、なるほど。お金使わなかったですギリギリ。あ、本当だ。やっぱ持ってんな。あとは確変かどうかなんですけど、普通は確変なんだよな。大丈夫ですよ、トミーは集中しますから。そうですね、はい、お願いします。ボン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 って6ですが、いいいい、そこに白うなぎいたらね。あ、昇格なの。そういうパターンがあるんですね。で、こんな日もあるのだって言われちゃったよ。さっき島田が上がんなかった時のセリフ。大丈夫です、 75% ですから。そうですね、うん、そんな709回転もハマって通常とかないですよ。まあまあ、投資しなかったね、まだ全然。ね、マジで行けよ。あ、V の行き方が島田と逆だった。あの下から行った、なんか上から来てたじゃん。集中してるわ、トミが。下からビーって上がった、下からだったんですね。うん、なるほど、ズリーわー。とりあえず転廃はする。バカボン、頑張れ。ちょっと、あと1体倒せない？長あと1体。なんだよ。やめてくれ。やめてくれ。いや、まだ41回転もありますから。さっき体験したと思いますけど、超絶早いですから終わるまで。はい、500だ。お、500だ。いや、緑保留 35% だよね、確か。バカボン、頑張れよ。あ、赤い、ボタン赤いですよ。いける、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 いけるよ。いける、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 よし。おお、見事。やっぱ違うな。俺とは違うわ。達成。パパ寝てんじゃないよね、本当に。で、ここで、そっか、レインボーかどうかで、なんか今回は違う気がする、赤7な気がする。カウンターが出てこないもん。さっきはなんかタイマーでしたから。あ、赤ですね。あ、上がった。すげえ。やったー。ゴミ集中するわ。イエーイ、3000発ありがとう。すごいな。なんでそんな1回目で33%引ける。本当だよね。ちょっとさすがに今回は10連以上させますわ。81%。まあ平均で考えたら10連って、まあ、5連ぐらいでしょ。すごい、うん、5連だから。さっきがちょうど平均ぐらいだったと思う。やばいやばい、20だよ。いや、頑張って。もうやだ。さあ、残り5回転。もうパパマジで確率嘘くさいな。先輩はしたけど怪しいな。これ最後にね、ごめんね的な。あ、金でしょこれ。金じゃないの。 金に見えますね。金と黄色の差がよくわかんないの。あ、そうだけど。あ、レインボー。やったじゃないですか。ギリギリ危ねー。危なかった。
し、いきなり当たった。26ですね。5連目、いいですね。はい、いい調子じゃないですか。おお、びっくりした。4回転で当たりました。早っ。こういうのよ、欲しいのは。6連目、いい調子ですね。あ、赤来た。おー、足、よし、特当たり。これで1万発ぐらいいくのかな。これで、ね、7連目かな。そうですね、供給は1万発ぐらいでいくのかな。3000発。ああ、そういう振り分けが、どういうこと。ラストです。ダメだ、これテンパんないわ。終わり。あー、8連で終了。職場に行ってまで先発か。はい、ダメでした。ダメか。やっぱ10連しないもんだな。1回もないんだよね、マジで。この第10連、まあ、頑張った方なんですけどね。まだ次第よ。まだ当てたいっていうのが。ああ、気使ってくれてるんですか。そう。だとしたらいいっすよ、別に。だって1回しか当てないじゃん、後半2人合わせて。まあね、それでいいのかって話だろ。これでよくねえだろって。ああ、さすがっすね。魂読みました、エンチャ魂。島田がね、連チャンしてほしいなとは思うんだけどさ、81パーを引いてほしいなと。かわいそうだからですよ、それはもう。かわいそう。これでいいのだとか言ってらんないよ。これでいいか悪いかってよくないですよ。よくないよ。756ハマってますね。はい。はい。でもこっから取り返すんで。マジで、うん、あ、シロウナギいる。おお。あ、金。おお、金。さあ、来てました。400回転目。さすがに 80% 渡ってください。当たっていいんだよ、当たって。いや、当たんなきゃダメよ、これは。さすがに。当たった。ようござんしたな。さすがに金保留は。白うなぎ来いよ。いないよ。ここボンボンボン。いや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 。あ、やべえ、シマラパターン来た。シマラパターンって言わないで、いいのやってもらっていいですか。進まない。あー、ダメだ。え、ついに引いたの、シマラさんが。はい、あと3000円あるよね。あー、そこまで打ちます。いや、全然私どっちでもいいよ。そこまでやりますか。じゃあ財布に金一銭もなくなるでしょ。でマジで一銭もなくなる。これでいいのだ。白に、白背景に黒文字見たことないよ、私今んとこ。あ、確かに俺もないっす ね。あれ、今プレミアモードですよね。あ、そう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 、うん、え、プレミアでもないか。プレミアではないっすね。特訓、特訓。あ、熱い熱い。これで保留が変わってくれれば。さあ、12回転目。通常の後の謎の連チャンがあるのか。よし、お見せするのだ。これ当たんじゃね、うん、赤。あー、あー、レインボーだ。やった、すげー。あざーす。これはさすがに確定でしょ。はい、プレミアボードにしてますんで。4分割された、ここで。2個目であった。12回転で当たりましたよ。いや、お見事。これはさすがに、うん、まあ、75% そんなポンポンとね。ちょうどここで 75% だったら確率通りじゃん。4回発当たり引いて。あ、確かに。白うなぎ来ない。ガボンボン。お、確率通りいただきました。吸引でした。さすがでございますよ。頑張れ。46回か。
あ、バカレス県は暑いですね。いける。出る。よし。あー、怖い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 。スルー怖いから。これで一万発は流せるね、ちゃんと。そうっすね。赤ですね。不純とはいかないですね、さすがに。普通の 65% そんな3連続でいけないですね。あー、まずいですね。まずいです。これいってくんないかな。赤いボタン、これがいけばとりあえず戦ってはくれるけど。1、おー、1点。おお、今キュンキュンいってなかった。キュンキュンいってましたね。いったよね。うん、プレミアじゃない、ほら、キュンも出れてるし、はい、いやー、やるな。やれますわ。お、びっくりした。すごい勢いで。さあどうですか、3分の1からの変われー。あ、来た。おーほほほほ、うまくいってんな今日。これすごい。派遣3回とも上げてますもんね。うん、そうですね。全部上げてますよ。全部上げてます。上げんのが早い。そして持ち玉も万発突破。そうですね、今日一の出玉にこの後なります。おお、これめ5回転で当たります。お、来た。おお、すごいプルプルしてる。すごいね、6連目。おお、来た。いきなりアタホリになってた。1万発。あと4回転。三保留ですね。8連の狂気1番2000発。あー、ダメか。やっぱ8連しかしないのかな。いや、それはどうかわかんないですけど。なんだろうな。そんなことはないと思いますが、まあ、2万発、あと1回当たってはいってたんだけどな。そうですね。1万8、あ、これを入れたとし、これを入れますよ、はい。1万9000ないか。1万8769玉ですね。まあでもお見事ですよ。まあまあまあ、はい。じゃあバカと天才の対比ということでエンディングいってみましょうか。はい、行きましょう。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。結構長いこと打ちましたね。そうですね、もう真っ暗ですよ、うん、いかがでした。神スペックでした。まあ、まあ、島田がちょっと辛すぎましたけど、ね、最後900はめたでしょ。900だったよね。見ました。うん、見た。皆さんが相当していくらでしたっけ。2500円。いくら回収でしたっけ。1万8000何発ですかね、うん、はい。まあ大勝ちですよ、言っても。そうですね、はい、俺4万2000相当しですよ。神スペックなのに。だからあれはあの、なんていうんですかね、天才しか触っちゃダメなライだなと思いました。俺はバカは触っちゃダメだ。バカ触っちゃダメ。バカとピエロを触ったら。まあでも相変わらず剛腕でしたね、うん、ええ、ありがとうございます。ええ、俺に同情して続けてくれたんですか最後は。自分逆に余計出しちゃったっていう。自分が余計出玉を増やして、で余計負けるっていうね。本当に世の中の理不尽さを垣間見ました俺は。そうですね。じゃあちょっとなんかありますか、そのバカボンになり。これからも打ちます。普通の意見です。神スペックだったということです。はい、じゃあ皆さん今後も、バカボンを打っていくと思いますんで、はい、皆さんもぜひ全国のホールさんもうちょっと頑張ってください。お願いします。あ、そうですね、今日はとても良かったです、回転するので、はい、いや本当にピックアップありがとうございます、はい、よかったです本当に、はい。
それを生かせなかった俺が悪いです。そうです。はい、それでは皆さんぜひ腕に覚えのある方はバカも打っていただければと思います。はい、楽しいですよ。はい、それではさようなら。さようなら。